世界さんです。お久しぶりです。ご無沙汰しておりました。世界です。YouTube チャンネル始動したみたいで。そうなんですよ。おかげさまで。いや、僕を踏み台にしてください。いや、踏み台、こうやっぱ手助け、引っ張ってもらって。いやいや、もう踏み台にした方がいいですよ。もういろんな、ね、まだ踏めないですよ、そんなもう。いやいや、本当に、この世の中やっぱもう、踏んでいってなんぼみたいなとこあるんで。戦国時代。あ、やっぱ、クリーンのがええ音なんだこれ。あーで、クリーンのあ、もうクリーンの鳴らし方うますぎますよね。あのね、セッティングがこう、これ買っても15年ぐらい経つね。あ、へえ。スティーブンソン。スティーブンソン、はい、知らないでしょ。ほー、知らないです。これはもうね、なさすぎてたまに連絡来ますもん。譲ってくださいって。ええー、そうなんですね。そんな100万円やったら譲ります。100万やったら100万円で俺これ譲るかなぐらいの。いや譲るな。100万やったら100万やったら譲れよ。100万円で千代木高いやん。いやそっか、確かに僕も譲るかもな。譲っちゃうよね。元は何本やったんですか。35ぐらい。あーだと、でも35でも売れなくて特価になってた。だから40何万ぐらい当時。なるほどなるほど。で今リアルに50は絶対超えるね、このスペックで売ったとしたら。あー、ねえ、あれですよ、あのこの私が西尾智也が引いたということで、はい、あ、それプラス2万。いや、安っ。安っ。謙虚でしょ。もうちょっといけないですか。いや、プラス2万でも絶対いけない。いや、プラス2万でも絶対コメント欄でお前みたいなのが引いてるら逆に下がるやろみたいな。そんな映像撮るんですか。全然言いますよ、そんな。あ、でもクリーンやっぱり。いい音鳴らし講座みたいな俺らでちょっとやっていきましょうよ。ちょっとこれ教えてほしい。まあこのスティーブンソンの良さもあるかもしれないですけど、やっぱセッティングがやっぱね、すごそうですよね。いや、あのね、今まで俺のチャンネルで散々セッティングやってきたんですよ、はい、で、いや、まあまあ JC 擦り倒してるんで、もうあんま、はい、またかってなるんですけど、でもほぼ、はい、ほぼ5時なわけじゃないですか。ね、5時ってやっぱ5じゃないですか。あ、これですか、これ。いや、あのね、はい、もう目を覚ましましょう、皆さん。何があったんですか。目を覚ましましょう。そういう動画を僕撮りたかったんですよ。ほう。機材、いや、機材もありますよ。はい。なんかね、俺が思うのは、もちろんそのセッティングの、こう、あれもあるんですけど、はいはい、やっぱり、鳴らし方だと思うんですよ。ああ、そもそもの。そうそう、だから、あのもう、いろんな YouTube で言おうと出すセッティングみたいなの公開されてると思う。確かに。それをもう見ていただければ、散々私のチャンネルでもね、もういろんなプロが出て、もうだいぶゴシゴシしてくれましたね。私ももうギンギンになってる状態。もうやめてて、もう終わっちゃうぐらいの。あ、言い過ぎだぞ。やめてよ、俺のチャンネルをもう。いや、ほんでもちろんそのセッティングみたいなのもありますと、それはもう全然否定しませんと。でもやっぱりこう、練習することなんです。これはもうすごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。これでもうあのエンディングいってますから。いいこと聞きましたね。一番大事かも。多分コメント欄絶対荒れてるよ。先生、あ、どういう練習をされてるんですか。あ、確かに。いや、教えちゃいます今日。お願いします。これね、俺ね、ほんま思ったのが、
皆さんの脳の中に絶対音楽あると思いません、ね、はい、でそれにどれだけ従うかっていう練習をすればいいんですよ。ほうほう。で俺最近気づいたのは、いやそんな分かってるわってみんな絶対言うんですよ、はいはいはい、で俺も客なら言ってるんですよ、うん、でも思いのほか体で弾いてるから筋肉使って弾いてるんですよ。ほうほうほう。でここになったものをやってるようでめっちゃこう動きを考えてるんですよ。わって思う時もあれば、うんってこうなんか触る時もあるじゃないですか、うん、あれを表現したら結構ね、なんかねかっこよく聞こえたりするんですよ。ほうほう。だからこうさっきみたいになんかテンション感というか、そのしっかりこう何そうつけて、いやこれ俺が考えたというか先輩に教えてもらったんですよだからなんかほんまにんか強弱やっぱあると思わないですか。ちょっとした強弱全部、はい、あの銃で撃つっていうのもありなんかもしれないですけど、はい、意外とこのした時ってちょっとやっぱ弱くなるじゃないですか、はいはいはい、それもなんか強から見たら ちょっと弱みたいな感じで強弱が生まれるんで、うんうん、そこを意識するだけで俺だいぶ変わると思ってるんですよ、うんうん、声みたいなもんだと思うんですよ。そうですね、声一緒ですもんね、音ですから。わーって言ってあってもわってこう下がるとはってなるじゃないですか、うん、どうですか皆さん、女性の前ではささやくんじゃないですか。そうですよね、その通りですよ夜には甘く時には激しくですよねそうですよ。急にずっと若干の出演者の感じからしてピンクチャンネルになりつつあるんですけどいや別にでもそうじゃないですか。まあそうですね。でもやっぱこうこういうなんかソロとかでもですけど、はい、いやギターほんまにも最近上手い方いっぱいいらっしゃっても、はい、すごいって思うんですけど、うん、あの若い方も本当に皆さん素晴らしいなと思うんですけども、はい、やっぱこのちょっと寂しいなと思うのが、はい、もうちょっと欲しいなってこう普通にリスナーとしてね思うのがこうずっと同じテンションで盛り上がりにかけるというか、ほんでしかも初めからフルストットとかがちょっともう見ててこううんって感じになるんですよね。こう急にこうスッと落ちたらこうなるし、うん、上がったらおーってなるし、あれがもうね、クリーンの時もヒズニの時も絶対欲しいですよね、うん。まあ、僕はそうは思わないですけどね。ほんますか。僕は若者の味方なんで僕ちょっとね若者のもう身を摘んでやろう派なんで、もう最近上手いやつ多すぎてほんま。いやでもほんまにその強弱っていうかここと一致させんのがめっちゃむずいんだと思うんです。俺もなんか毎日練習してるんですけど、はい、早弾きもやるんですけど、はい、ふと早弾きってねほんまねスポーツっぽくやりたくなる気持ちも俺わかるんですよ、はい、ねドカッとかってやるじゃないですか、はい、それやりすぎるとここってよりかはなんか運動の方になりすぎてどうやって弾くかが自分でもわかんなくなるような気はする。おだからもう今の状態が普通なわけで、なんか体で弾いてるって言われてもいや俺は体で弾いてないと思いながらも音の流れ聞くじゃないですか。ほんならいや
ノーじゃないなっていう人はなんとなくわかるんですよ、俺。ほう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 。やっぱりノーで弾くと、流れが結構生まれる。早弾き弾いてても上手い人はやっぱり流れがあるんで、ほうほうほう、そこの俺のジャッジは最近は、バーって動いてる人の音を聞いて、なんかね、こう、表現がしにくいんですけど、もうポール・ギルバートなんてめっちゃ流れてるから。うん、イングウェイも流れてる。なんかこうね、はい、波なんですよ。で、これは、いや、筋肉でこんなことに絶対ならないなと思って。はいはいはい、そういう状態が、結構ね、俺は、なんかね、中学とか、あれぐらいからやると、どうしても論理で覚えないですか、なんか物事を。だからどういう方法でみたいな、はあはあはあ、そのままなんか見たまま覚えれるやつってこれ少ないと思うんですよ、うんうん、で俺みたいなのはもう完全にもうなんか目で学習してたんで、うんうん、目で学習するとなんか耳のその流れよりもその動かし方をかなり見ちゃうんで、はいはいはい、なんか動きで筋肉の動かし方でやっちゃうような気がするんですよね。おお、なるほど。それを言いたかったんですよ。おお、あー、今日目でやっちゃってましたね、僕も。いや、耳で聞いてるようで結構体でやると、うん、後から聞き返したらピッチ悪いんですよ。あれは単純にもうそのなんか大きい音量だから仕方ないとかじゃなくて、うん、コントロールしきれてないんだと思います、うん、もうなんかこの音だったらこの音だって多分思ってるんですよ、ね、あー、そう。それは良くないですよね。これを多分こう鳴らしてなんかやっぱ耳で調整しないと無理なんですよ、はいはい、じゃないとギターってあのなんかこう押したら絶対その音が鳴るようで微妙にならないんで、うん、そこをなんかね学習していただければ。いや俺も学習してる時なんで、うん、あんまり偉そうなこと言えないし、もう俺もほんまに道端ではもうチンカスって呼ばれてるから誰にすいやもうあんま偉そうなこと言ってるからこれぐらい言えへんかったら視聴者がお前なんかやらせろって言うな。そんな怖い人は分かるんすか。怖ー。僕もチンカスやらさせてもらってるんで。めちゃめちゃ嫌われ者じゃないですか。街の嫌われ者。分かりますよ。なんかそう、バンドで演奏するときって、こう、はい、絶対チューニングが、もうバッシーってことは絶対ないじゃないですか。ドラムに関しても、だからベースに関しても。はい、だからそれを、こう、パッて聴いて、合わしに行かないと、そう。アンサンブルでバッて出した音が言う音にはならないっすよね。いや、マジでね、俺ここ盲点やったのが、めっちゃ耳なんですよ。めっちゃ耳なんですよ。ほんで、みんなが思ってる以上の2ランクぐらい上の耳なんですよ。どういう意味やろ思って以上に耳大事っていう。そう、それ、はい、それが言いたかった、はい。みんなの耳が悪いとかそういうこと言ったわけじゃなくて、はい、みんなが思ってるよりも、ああ、そっちが重要みたいな。だから、このセッティングとかも大事だと思うんですけど、いや、出た後のその調整は耳しかないんで、どんだけ音出てたとしても、微調整はもう最後自分でやらないと無理なんで、それを今日は。音楽、そもそも耳で聞くもんやから、ああ、そう。だから、そもそも、いや、ね、そうなんですよ。耳でこうトレーニングしたいと聞いて、はい、ね、そうっすよね。こっから憶測っすよ。はい。子供は感性が優れてるって言うじゃないですか、うんうん、言います。なんかそんな気はしますよね。幼少期のコーラとかなんとなく幼稚園児とか、まあ、感覚でやりそうな感じだ、うん、言いますよね。はい。それは俺言語を覚える前の状態だからだと思うんですよね。ほう。人間は言語を覚えると、はい、一回聞いたもの、いや聞いたものっていうかね、それをやろうとした瞬間に言語で解釈しようとするような気がするんですよ。あー、なるほど。ね、あ、それは正しくて。確かに。あの、哲学者とかでも、その、母親を、母親と言った時点で一回母親殺しているみたいな。あー、はい。言葉になってるってことですか。深い。で、自由って、自由って名付けた時点で不自由だとか、だからその、で、人間は、もう言葉でしか考えられないんじゃないかっていう。そこにたどり着いたんですよ。なるほど。俺は感じてなかったんだと思ったんですよ。うん、もう目で捉えたもので絶対そうだと思ってるから、うん、感覚が鈍くなってるんで、うん、なんかね、だから感覚を使わないと音楽って良くならないんだと思うんですよ。はいはいはい。最後の一押しはできないっていう。だからまあこう、はい、よく、いや自分も本当にもう全然まだまだペーペーのギタリストですけども、こうなんかちょっと
あのこう、まあ、リスタートしてこうあと思うのはこう引けてんねんけどなんか良くなくないって感じの方はそんな感じが気がしますね。だからポジションはしっかり押さえてピッキングもできてて引けてんねんけど、うん、なんかこうグッとこないっていうのはそういうね、はい、そういう音がちょっと違う鳴らし方がって気がします。いや僕はそういう人はいないと思います。それめっちゃクレーマーだと思ってクレーマーあクレーマーも彼のチャンネル見てくださいもうクレーマーのギターを弾いて弾いていただいたんでもうそういう風なキャラになるよね。もうなんか言うだけ言っていや身内に反対されるみたいなずっと間違ったことに似てるやつ。いや彼はねほんまね素晴らしい人間ですよ。いや耳で弾けってことですよね。あそう耳で弾け、ありがとうございます。